13代目市川團十郎白猿襲名記念特別企画市川團十郎親子3人での挑戦。市川團十郎さんが主演した特別ドラマ13代目市川團十郎白猿襲名記念特別企画の桶狭間織田信長覇王の誕生のブルーレイ &DVD が2022年12月7日に発売されることが決定した。本作は今川義元の大軍を数的にはるかに劣る織田軍が打ち破り、日本史上最大の逆転劇と歌われ、織田信長を一躍戦国時代の主役に押し上げた。伝説の一戦桶狭間の戦いを題材とした歴史エンターテイメント。團十郎さんが織田信長を演じた。そして濃姫の幼少期、機長役で市川ぼたんさん。信長の幼少期、吉報師役で八代目市川新之助の堀越勸玄君が出演。二人にとっては初めての映像作品で、團十郎さんと親子三人が同じ映像作品で共演するのは本作が初となった。ブログ読者からは、海老蔵さんは信長役にぴったりです。勸玄くんかっこよかったです。海老蔵さんの信長覇王感半端ないですなどのコメントが寄せられている。みんなの愛を感じた作品、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。